えばどうでもいいことを他者の方がいいって言うんですよ。でも絶対にこの機能においてこれがないとダメだろっていうところはうちの方がいいって言うんですよ。だからこのメガネケース素材は他社の方が全然いいんですよ。だから素材重視するんだったら他社に言ってください。でもメガネケースなんて素材とどうでもいいじゃないですか。このケースの本来の目的ってメガネを守ることですよね。でも強度的には絶対にうちが一番いいです。心理学的にはね、これはダメだけどこれがいい、さっきの先出しと後出しの違いですよね。わざと自分のダメなとこ先に言うんですよ。デメリットを先に言うことによって後に言ったことがより強調されるんですよ。こういう一つのことが営業の制約数にも全然関わってくるんですよ。